ニュルンベルク裁判の被告席ニュルンベルク裁判の被告席ニュルンベルク裁判は第二次世界大戦においてドイツによって行われた戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である国家社会主義ドイツ労働者等の党大会開催地であるニュルンベルクで開かれた日本の極東国際軍事裁判と並ぶに大国際軍事裁判の一つ最初の主な裁判と それに続く、ニュルンベルクを占領統治していたアメリカ合衆国による12の裁判で構成された。いわゆる人道に対する罪という言葉の演言は1909年のハーグリク戦条約に見られるが、用語として成立したのは戦後になってからだった。第一次世界大戦後の1919 19年1月、連合国は国家元首をも含む戦争開始者の責任を裁く。 国際法廷の設置について、討議を行った。この方針は採択されなかったものの、ベルサイユ条約に前、ドイツ皇帝ビルヘルム2世を国際条約の審議に背いたとして、国際法廷で裁くという条項に反映された。しかし、ビルヘルム2世の裁判は実現せず、また、ドイツの戦争犯罪容疑者を国際法廷で裁くことも、ドイツ側の拒否にあい、 ライプツヒ戦争犯罪裁判として行われたドイツ国内の先犯裁判はほとんど形式的なものに過ぎなかった。また、オスマン帝国のアルメニア人虐殺に対しては連合国側の15人委員会が人道に対する罪として取り上げようとした際、アメリカ及び日本はこれを認めれば国家元首が敵国の裁判にかけられることになるとして反対した。またアメリカは 国際法廷の設置そのものに前例がないとして反対した。その後も国際法廷に関する協議は行われていたが明確な条約は締結されなかった。第二次世界大戦勃発直後から連合国間ではドイツによる前例のない残虐行為を非難する声が高まっていた。1940年11月にはポーランド亡命政府とチェコスロバキア亡命政府が ドイツの占領下にある両国の領域における残虐行為は市場例がないと非難した共同宣言を発表した。1941年10月25日にはアメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領とイギリスのウィンストン・チャーチル首相がそれぞれドイツの残虐行為を非難する声明を発表し、特にチャーチルはこれら犯罪の懲罰は 今や主要な戦争目的の一つであるとした。11月5日には、ソビート連邦のビャチェスラフ・モロトフ外相も同様の発言を行い、英米と歩調を合わせた。1942年1月13日には、セント・ジェームズ宮殿に集まった、ベルギー、ルクセンブルク、チェコスロバキア、ポーランド、ギリシャ、オランダ、ノルウェーの各亡命政府代表と自由、フランス代表が、 組織された裁判の手続きにより市民に対する残虐犯罪を犯した者たちを処罰することを主要な戦争目的の中に入れることを決議した。オブザーバーとして参加していた中華民国の代表もこの原則に同意し、この方針を中国大陸に存在する日本軍にも適用する意思を示した。また、ソビエト連邦もこの方針に同意した。イギリスは 全般裁判に当初乗り気ではなかったが、これらの国々の突き上げによって、全般裁判について検討せざるを得なくなった。また、日本の占領によって、イギリスの軍民が被害を受けているという報告が多く、寄せられ始めたことも背景にあった。6月にはチャーチルが、連合国戦争犯罪捜査委員会の設置をアメリカに示唆し、7月には、閣議でこの方針を承認するとと,ともに、 戦争犯罪人の扱いに関する内閣委員会を設置することを決定した。この討議では外相アンソニー・イーデンと大法官、ジョン・サイモンが国際法廷による裁判に反対意見を表明している。1942年10月7日、ルーズベルト大統領とサイモン大法官はそれぞれ連合国戦争犯罪捜査委員会の設置と先般裁判のための あらゆる証拠を収集することを表明した。しかし、第一次世界大戦後のライプツヒ裁判の失敗から、具体的な先般裁判には、米英は消極的であったこと、さらに、ソビエト連邦の裁判参加問題もあって、具体的な決定はなかなか行われなかった。ソビエト連邦は、自国の公正共和国、特にバルト三国に設置された、社会主義政権を代表として、 認めるよう要求し、イギリスはこの要求を拒否した。ソビエト連邦は即時の戦犯裁判開始を求めていたが、イギリスは捕虜となっている将兵が報復されることを恐れ、大半の戦犯裁判は戦争中には行われなかった。1943年10月20日からロンドンで開催された17カ国会議によって連合国戦争犯罪委員会の設置が決まった。 11月1日には、モスクワ宣言が発表され、局地的な戦争犯罪被告人については、被害国で裁くものの、国家、軍、ナチ党の指導者の裁判については今後決定されると、された。アンワックは1944年1月11日に、第一回正式会合を行い、まず何が戦争犯罪であるかの討議を開始した。この討議の中で、戦争という犯罪や、 従来の戦争犯罪の枠に収まらない残虐行為も裁判の対象に加えるべきであるという主張が行われた。10月3日、アンワック総会は戦争犯罪人裁判のための最高司令官による今後軍事法廷設立を支持する勧告を賛成8反対4で採択した。この勧告では文民による国際法廷の開催と明文化された条約の他に 文明諸国民の間で確立した、慣習人道の法、並びに、公衆の両親の命ずるところから由来する諸国家の法の諸原理、法として認められた一般的な実践の証拠としての、戦争の国際的な慣例をも根拠とするべきであるとしており、人道に対する罪は含まれていたものの、平和に対する罪は含まれていなかった。アンワックは、実際の裁判運営については、 イギリス外務省に一任するとしていたが、イギリス政府はアンワックの勧告の多くに拒否反応を示した。イギリス政府は戦争犯罪については従来の狭い定義を用いるべきであると考えており、ドイツ国内におけるユダヤ人に対する迫害を対象に加えることにも反対し、戦後成立するドイツ政府に裁判を任せるべきと回答した。アメリカ国務省も 人道に対する罪を対象とすることには反対しており、主要戦犯裁判については消極的であった。しかしヘンリー・モーゲンソー財務長官は1944年7月にヨーロッパから帰還すると、アメリカ政府の対応がドイツに対して寛大すぎると、非難を行うようになった。モーゲンソーはナチス戦犯のリストを作り、これら戦犯を即決で、 銃殺刑に処するよう主張するとともに、ドイツが犯した文明に対する犯罪を裁判で裁くよう主張した。アメリカ政府内で、暴言僧の意見が影響力を持つようになると、陸軍長官ヘンリー・スティムソンは危機感を抱くようになった。スティムソンは、暴言僧の方針が帰って新たな戦争の原因となると考え、すべてのナチス指導者を裁判で裁くよう主張した。 9月25日のケベック会談で盲言相は、先般の即時射殺をルーズベルトとチャーチルに提案し、両首脳は一時これを了承している。ところが、盲言相の戦後ドイツ統治計画、盲言相プランが、マスコミからの非難を受けると、ルーズベルトと盲言相の関係は冷却化し、盲言相の影響力は低下していった。こうして、 アメリカ政府内での先犯裁判問題については、陸軍省が主導権を握ることになった。9月15日、マレー・バーネーズ陸軍中佐は、ヨーロッパの戦争犯罪人の裁判についての覚書を作成した。この覚書では、戦争以前にドイツが自国民に対して犯した犯罪を裁くことや、戦争放棄に反して、殺人、テロリズム、平和的民衆の破壊を犯した。 共同防御を裁くよう提案している。共同防御論は、従来の戦争犯罪に収まらない組織的、系統的な残虐行為、いわゆる人道に対する罪や、従来の戦争犯罪を行った国家の最高指導者や各級の指導者を裁くために導入されたものであり、具体的には、ナチ党と親衛隊、突撃隊、ゲシュタポを含む国家と党の代理人を訴追するための、 ものであった。スティムソンは従来自国民に対する犯罪を加えることには反対していたが、バーネーズの見解に同意した。11月9日の陸軍、海軍、国務省首脳会議では共同防議論の採用と国際条約に基づく国際法廷の開催が決定されたが、侵略戦争開始についてはなおも検討が加えられることになった。司法省や 国務省法律顧問は共同防議論、そして侵略戦争を犯罪とすることについて批判したが、マルメディ虐殺事件が報道されたこともあって、次第にナチスに対する懲罰意見が強くなり始めた。年末には陸軍法務部長室内に戦争犯罪局が設置され、研究が開始された。1945年1月4日、ルーズベルト大統領は、 不戦条約違反の侵略戦争開始を告発に含めるべきであるという覚書に署名し、1月22日には共同防議論の採用、侵略戦争開始の訴追等が陸軍、海軍、国務省三長官の間で合意された。4月にはハリー・エストルーマン大統領がこの三長官合意を採用し、アメリカ政府の先般訴追方針が固まった。 その後大統領側近のサミュエル・ローゼンマン、司法長官、フランシス・ビドル、ロバート・ジャクソンらが中心となり、全般裁判の基本作りが開始された。イギリス政府とアメリカ政府の協議が始まったが、イギリス政府は全般裁判に難色を示していた。しかし、ナチス政府が崩壊し、相当アドルフ・ヒトラーが自殺すると、イギリス政府は反対方針を取り下げ、 裁判を承諾した。これにはヒトラーが法廷で演説するという事態が避けられたことも一因となっている。先般裁判開催は定まったが、アメリカ・イギリス・ソビエイト連邦、フランスの臨時政府は中小国が参加するアンワックを裁判に関与させず、自らが裁判の主導権を握る動きを見せ始めた。アンワックはこれに抵抗しようとしたが、8月8日には、 四大国間で国際軍事裁判所検証が成立し、四大国による先般裁判は規定方針となった。ロンドン検証においては平和に対する罪、通例の戦争犯罪、人道に対する罪、そしてそれらを犯そうとする共同防御の四点を裁判所の管轄とすることになり、この点では同検証によって設立された極東国際軍事裁判とも共通していた。 人道に対する罪の導入については、特にロバート・ジャクソンの役割が大きかったと見られている。判事は連合国の主要国のうち、ドイツと直接戦った、イギリス、アメリカ、フランス、ソ連の4カ国から、それぞれ2名ずつ選ばれた。被告となったのは24名の主要戦犯であり、うち2名が審理中に死亡、もしくは除外された。 高齢を理由に免訴されたグスタフ・クルップに代わって、息子のアルフリート・クルップを被告に加える動きがあり、米仏ソ三国は賛成したが、イギリスは反対し、裁判所も被告と認定しなかった。ドイツの最高指導者だった総統アドルフ・ヒトラー、最高幹部の宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスや SS 全国長官、ハインリヒ・ヒムラーらはすでに自殺しており、起訴することが不可能であった。 また、ナチ党最大の実力者であった、党官房長、マルティン・ボルマンも行方不明のままであり、起訴はしたものの欠席裁判となった。その点で、戦争の全容解明に困難があったとともに、自分は、ヒトラーや、上官の命令に従って行動したまでで、責任はないという被告の弁解が横行することになった。また、国民啓蒙。 宣伝省の幹部だったハンス・フリッチェの基礎は自殺したゲッペルスの身代わりとしての意味合いが強く、フリッチェは結局、この裁判では無罪判決を受けている。主席検察官となったロバート・ジャクソンは、検察官の任務を二つの段階に分けた。第一段階は、ナチス、ゲシタポ、その他の組織が一味となった全般的共同防御を立証することであるとし、第二段階を、 共同防御の一員である被告を特定することであるとした。この認識に基づいたロンドン検証により、以下の6つの犯罪組織が訴追対象となった。すなわち、ナチ党指導部、内閣、新衛隊、突撃隊、さらには参謀本部及び国防軍最高司令部であった。裁判には、アーネスト・ヘミングウェイ、エイリカマンといった内外の著名人がレポーターとして、 傍聴に訪れ国際的な関心も極めて高かった。1946年9月30日の判決では帝国内閣と軍指導部、そして突撃隊は有罪とされなかった。この認定は1945年12月10日に連合国管理理事会によって発令されていた管理理事会法律第10号によって犯罪組織の構成員を対象に 各占領軍政府が訴追を行える根拠となった。ただしこの判決では、その組織が犯罪的組織であると認識していなかったもの国家による強制によって構成員となったものについては先般から除外する規定があった。死刑は1946年10月16日に、公主刑によって執行され、禁錮者は1947年。 ベルリン郊外のシュパンダウ刑務所へ移送された。ニュルンベルク裁判の後、この裁判の被告に次ぐ立場にある戦争犯罪人、そして犯罪組織の構成員に対する2種類の国際裁判が計画されていた。フランスとソ連はこの裁判開催を望んでいたが、アメリカは消極的であり、裁判の終結まで開催決定は先送りされ、結局開催されなかった。 ロバート・ジャクソンは4カ国語の通訳は手間がかかり経費がかさむと理由を挙げているが実際には連合国間による摩擦を嫌ったアメリカが単独での裁判を望んだためとみられているその後ドイツ国内の各国占領地域でそれぞれ個別の日難地下裁判が行われニュルンベルク裁判で無罪となった3人もそれぞれ別の有罪判決を受けたまた ニュルンベルクを占領していたアメリカ軍がニュルンベルクに置いていった裁判軍は特にニュルンベルク継続裁判と呼ばれる。平和に対する罪、人道に対する罪は国際条約などで完全に成立したわけではなく法の不祖求、財政法廷主義の立場を取る欧州大陸法的な立場からは法廷による法の創造が行われた事後法による裁判との批判が当時から現在まで 根強くある。裁判の弁護人を務めたヤールライスは、裁判について道徳や人類の進歩の名において要求されているべき法の問題ではなく、現行法の問題と扱うべきであるとして批判し、さらに、ニュルンベルク裁判規約についても原則的に新しいものを設定することとなり、革命的であるとの見解を表明した。この批判は、戦時中から存在したが、 警報学者、シェルドン・グリュックは、侵略戦争の遂行は不法である、国家の名において犯された、犯罪行為で、政府構成員の個人の罪を認めることは何ら、訴求的ではないと反論している。しかしグリュックも侵略戦争の罪に疑義が提される、ことは認識しており、より疑義の少ない、通常の戦争犯罪だけでなく、 侵略戦争の罪を加えて複雑化したのはなぜかという疑問を提している。裁判直後、バイエルン州首相でもあった法律家ハンスエイハルトは1939年の段階で侵略戦争の罪で裁くことは不法であるとしながらも、これらの観点が導入されたのは政治的な配慮によるものであるとし、将来の戦争抑止という意味で、 一般的な正義の感覚を代弁しているとした上で、これほどまでのおぞましい犯罪者集団を罰するのに、既存の法概念では明らかに不十分と思われたからだとしている。主席検察官、ロバート・ジャクソンはこの、エイハルトの意見について同意できない点があると、しながらも、これまでに出たおなじみの批判に比べると、ずっと有益な議論を示していると思うとしている。 ニュルンベルク裁判がホロコーストをはじめとする人道的事件に対して十分な措置を行えなかったという批判も存在している。マイケル・マラスやジェフリー・ロバートスンはホロコーストやポライモス等を正当化したナチズムを断罪した裁判として高く評価しているが、ローレンス・ダグラスやピーノ・ノビックはホロコーストに注意を喚起するために裁判は十分な役割を果たさなかったと批判している。 この軍事法廷は、勝者の連合国によって、敗者となったドイツの戦犯を裁くという異例な形式の裁判であった。ウィリアム・ボッシュは、スティームソンらのアメリカ首脳の戦犯裁判法人を、道徳主義的、法順主主義的傾向を見、同じことでも、数軸側がやれば悪、連合国側がやれば必要悪とする、ダブルスタンダードの傾向があると指摘している。リチャード・マイニアは、 連合国の正当化に裁判が利用されたという面を指摘している。戦後を通じて勝者である連合国による断罪という政治的行為が侵略戦争や人道に対する罪を非難する動きに否定的な影響を与えたのではないかと指摘する声が存在している。またニュルンベルク裁判におけるすべての裁判官がアメリカ、イギリス、ソ連、 フランスという戦勝国だけから出ていたため、これが戦勝国による軍事裁判であることを考慮したとしても、裁判の中立性を著しく書いていた。これに対して、極東国際軍事裁判では比較的中立的な立場に立てたインドからも判事が召し受けされており、ラダビノードパール判事が個別意見として、全被告人を無罪とする意見を出している。 ニュルンベルク裁判アメリカ検事団長のロバート・ジャクソン、連邦最高裁判事の上司で、当時アメリカ連邦最高裁長官だったハーラン・フィスキストーン判事は、雑誌、フォーチュンの記者とのインタビューで次のように答えている。ニュルンベルク裁判は、戦勝国が敗戦国に正当性を押し付けた裁判でした。つまり、敗戦国が侵略戦争を行ったというわけです。しかし私は、 今でも残念に思いますが、ニュルンベルク裁判は法的には全く根拠を欠いた裁判でした。それは裁判ではなく戦勝国の政治行動だったというのが最も正しい言い方でしょう。ニュルンベルク裁判は顧問道、不文法、あるいは憲法の予想意の下で罪人を裁いたのであり、これが私を考え込ませています。私たちはある命題を支持してしまったようです。 つまり、いかなる戦争においても、敗戦国の指導者は戦勝国によって処刑されねば、ならない、という命題です。また、尋問官その他のスタッフには、欧州からの亡命者が多く、そのために裁判は、復讐裁判的な色彩を一層強くしたという、指摘がある。ニュルンベルク裁判の判事を務めたが、裁判の手続きを批判して辞任した。 アメリカのウェナストラムアイオワ州最高裁判事はこう述べている。今日知っているようなことを数ヶ月前に知っていたとすれば、ここにやってきたりはしなかったであろう。明らかに戦争の勝者は戦争犯罪の最良の判事ではなかった。法廷はそのメンバーを任命した国よりもあらゆる種類の人類を代表するように務めるべきであった。ここでは戦争犯罪はアメリカ人。 ロシア人、イギリス人、フランス人によって起訴され、裁かれた。彼らは、多くの時間と努力、誇張した表現を使って、連合国を面積し、第二次大戦の唯一の責任をドイツに追わせようと、した。裁判の民族的な偏りについて私が述べたことは、検事側にも当てはまる。これらの裁判を設立する動機として宣言された、高い理想は、実現されなかった。 検事側は復讐心、有罪判決を求める個人的な野心に影響されて客観性を維持することを怠った。将来の戦争に歯止めをかけるためになるような洗礼を作り出す努力も怠った。ドイツは有罪ではなかった。ここでの全体的な雰囲気は不健康であった。法律家、初期、通訳、調査官はつい最近に、 アメリカ人となった人々が雇われていた。これらの人々の個人的な過去はヨーロッパへの偏見と憎悪に満ちていた。裁判はドイツ人に自分たちの指導者の有罪を納得させるはずであったが、実際には自分たちの指導者は凶暴な征服者との戦争に負けただけだと確信させたに過ぎなかった。証拠の大半は何トン後の捕獲資料から選別された資料であった。 選別を行ったのは、検事側であった。弁護側がアクセスできたのは、検事側がふさわしいとみなした資料だけであった。また、アメリカ的正義感からすれば検をすべきなのは、検事側が2年半以上も拘禁され、弁護士の立ち会いもなく、繰り返し尋問を受けた被告による自白に頼っている、ことである。公訴権もないことも正義が否定されているとの勘を、受ける。 ドイツ国民は裁判についての情報をもっと多く受け取るべきであり、ドイツ人被告には国連に控訴する権利を与えるべきである。ナチトライアルジャッジ・リップス・インジャスティス、シカゴ・トリビューン、フェブラリー23、1948、ニュルンベルク裁判の大きな問題点は、ドイツ側の犯罪を一方的に断罪したが、戦勝国側の犯罪は、 完全に面積するという基準を持っていたことである。そもそも対戦の原因となったポーランドによるダンツ肥料の占有問題、1939年9月3日のフランス、イギリスによるドイツへの一方的な戦線復刻は断罪されなかった。また、1939年9月ドイツが西からポーランドへ侵攻した一方で、同じ時期に ソ連も東からポーランドに侵攻しており、さらに1939年11月のフィンランドとソ連の冬戦争では、ソ連は侵略の罪状で国際連盟から追放されているにもかかわらず、ニュルンベルク裁判ではドイツが平和に対する罪で告発された一方で、ソ連の平和に対する罪は不問に付された。 連合軍によるドイツへの無差別爆撃やソ連軍の侵攻によってドイツのソ連占領地区で起きたソ連兵による強姦、暴行、殺人事件も裁判では不問とされた。終戦前後のアメリカ軍によるドイツ人捕虜への虐待による大量死問題も闇に葬られた。ジェームズ・バクルの消えた100万人では以下のような指摘がある。 戦争終結直前の1945年4月以降、野ざらし、不衛生な環境、病気、飢餓がもとで、膨大な数のあらゆる年齢層の男たちに加えて、女子供までがドイツのフランスの収容所で死んだ。その数は確実に80万を超えたし、90万以上であったことも、ほぼ確実であり、100万を超えた可能性すら十分にある。 捕虜の生命を維持する手段を持ちながら、あえて雑誌した軍によってこの惨事は引き起こされた。休日団体の救援の手は米軍によって阻まれた。他に連合軍、ソ連の戦争犯罪には、戦時国際法に違反したレジスタンス活動の積極的な支援がある。1945年8月8日、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の戦勝連合国は、 ロンドン協定を定めて、裁判の法的枠組みを設定した。しかし、近代刑法における原則である法の不訴求が、守られず、被告の控訴は否認され、恣意的な裁判審理手続きを定めた裁判は、近代裁判とは、かけ離れていた。また、当裁判の法的根拠であるロンドン協定には、アメリカ・ケンジ・ジャクソン、フランス予備裁判官、ファルコ、 ソ連検事にキチェンコが署名している。このことは、ニュルンベルク裁判が、立法者、検察官、裁判官を兼ねることを禁じた、司法権力の分割という根本的な原則からして、大きく逸脱していたことを意味している。人道に対する罪や平和に対する罪は、法廷が設置される以前には存在しておらず、間に合わせに作り出され、法的な基準に反して、 訴求的に適用された。アメリカ合衆国最高裁裁判長ハーラン・フィスキス等判事はニュルンベルク裁判は連合国による集団リンチであると述べている。ケンジ・ジャクソンはニュルンベルクで高度な集団リンチを行っている。彼がナチスに何をしているのかについては気にかけていないが、彼が法廷と審理をコモンローに従って運営しているというふりを しているのを見ることは耐え難い。アルペオスティー・メイソン、ハーラン・フィスケ・ストーン、ピラー・オブ・ザ・ロー、バイキング、ニューヨーク1956、P716、裁判で証拠とされた資料文書について、イギリス人の歴史学者、A.J.P. テイラーは、このように述べている。これらの資料文書は膨大で立派に見えるけれども、歴史家が使用するには、危険な資料である。 これらの文書は慌ただしくほとんど手当たり次第に法律家の訴訟事件的要素を根拠づけるために収集されたものである。これは歴史家の取る方法ではない。法律家は訴訟を目的とするが歴史家は状況を理解しようとする。法律家を納得させる証拠はしばしば我々を満足させるものではないし、我々の方法は彼らには著しく不正確に見えるようである。 だが、法律家ですら、今日では、ニュールンベルクでの証拠について、疑念を抱いているに違いない。文書は、被告人の戦争犯罪を証明するためだけでなく、原告である、諸大国の戦争犯罪を隠すためにも、選択されたのである。ニュールンベルク法廷を設立した四大国のいずれかが、単独で裁判を行ったとしたら、中傷は、さらにひどかったろう。西欧諸国は、 独祖不可侵条約を持ち出しただろうし、ソ連はミュンヘン会談やいかがわしい取引を持ち出して報復したであろう。四大国に法廷が委ねられたため、第一に実行可能な方法はドイツの単独責任を前もって仮定することであった。評決は裁判に先行し、文書はすでに決まっている結論を証拠立てるために提出されたのである。A.J.P. テイラー。 第二次大戦の起源、吉田照夫役、中央公論者、31から32ページ。ニュルンベルク裁判での証拠採用基準は、近代の裁判基準から大きく逸脱しており、通常の裁判でならば、信頼できないものとして却下されるような、伝文証言が犯罪を立証する証拠として採用され、弁護団には、裁判資料を閲覧する機会、 検事側の承認に対する反対尋問の機会がほとんど与えられず、その一方で弁護側の承認は様々な脅迫を受けて出廷を妨げられたり、退抵させられたりしたからだという。もっと問題であるのは、被告が逮捕、尋問の過程で脅迫引いては拷問を受け、自白を迫られていることである。ドイツ近代史の専門家であり、 ミュンヘン大学教授でもあったベルナー・マーザー博士はこの問題点についてこう述べている。弁護団の承認や援助者は、時々、この愛を見て、また必要に脅迫を受けたりして、強引に出廷させてもらえなかったり、あるいは退廷させられたりすることも珍しくなく、さらには自分たちの声明を検閲されたり、押収されたりした上で、検察側の承認にされたりした。 1946年5月になって、やっと刑務所入りをしたオズワルド・ポールは、アメリカ及びイギリス役人から尋問を受ける際、椅子に縛り付けられ、意識を失うほど殴り付けられ、足を踏まれ、ついに、ワルター・フンクの有罪を証明するものを文書で出すと、約束するまで虐待された。これに反して、検察側によって、証人やその文書の申し立てを適切とみなされたときはいつも、 それらは法廷では自由に使用することができた。しかし検察側の一定の証人たちがややもすると弁護団側の反対尋問に持ちこたえられそうもないと判断されると検察側や法廷は単なる先生供述書で満足するのだった。この種の先生供述書は裁判の経過中に数千通も書かれたのであった。ベルナー・マーザーチョ、西義行役。 ニュルンベルク裁判この裁判によって採用された原則は1947年の国際連合総会でニュルンベルク諸原則として採択された。この原則で平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪が国際的な罪であると初めて明文化されたほか国際犯罪においては国内法の範囲は無関係であるとし、 単に命令を実行したものであったとしても、責任は免れないことなどが定められた。また検察官は、最終論告において、ユダヤ人の虐殺をジェノサイドと形容し、ジェノサイド罪を国際法上の犯罪として位置づけようとする動きの中で、この言葉は法的実効性を持つものと考えられるようになった。ニュルンベルク裁判は、先般個人、 および組織の罪を裁いたものであったが、ドイツという国家自体については裁かれなかった。カール・ヤスパースは、ナチス・ドイツを、ナチ党による不法な産奪によって生成された、不法国家であるとみなし、ニュルンベルク裁判の被告となった、ナチス指導者たちは、政治犯ではなく、刑事犯罪者であると規定した。この考え方はドイツにおけるニュルンベルク裁判官の主流となり、裁判によって、 個人やナチス組織の罪が追及されたものの、ドイツ国民やドイツ国の集団的罪についてはこれを否定する傾向がある。裁判中にドイツ国民に対して行われた調査によると、裁判で裁かれる各種犯罪について、裁判で初めて知ったもの,の割合は、当初3分の2であったが、終盤には80%を超えた。 裁判開始の時点では70%の回答者が被告全員が有罪であると考えていたが判決後には56%に減少している。また50%が判決は正当であると回答している。また西側占領地域で判決後に行われた国際軍事裁判の形式についての調査では70%が正しいと回答していたが4年後には70%が 正しくないと回答している。これは、少数のナチ党指導者を裁いたニュルンベルク裁判に、対し、軍や企業といった、身近な組織が裁かれる印象を与えたニュルンベルク、継続裁判への反発があると見られている。また、西ドイツの政界では、先般裁判は、戦勝国による不当な裁きとの認識で語られて、折子のため戦後のナチス犯罪の追及において、戦争犯罪と、 ナチス犯罪を同一視することが障害となったため1960年代には両者は明確に区別されるようになった。ありがとうございます。